2万人を超える大声援に囲まれたこの舞台、札幌ドームです。ものすごい熱気でしたね。はい、前半3分いきなりゲームが動きます。これ少し目先を変えて、ここ福森選手からファーサイドに、はい、徳田選手の強さが生きて、ジュリニオ選手ですね。札幌先制1対0です。このショートコーナーですよね。相手少し意表つかれたような感じでしたけどね。フリーになってましたからね。ここいきなり熱気に包まれて、さらに畳みかけて前半の11分。ここも福森選手のやっぱりいいボール入ってきますね。はい、そして1対1の局面のところ、エブソン選手に競り勝って徳田選手が前に出たんですよね。はい、ここですね。ここの競り合いで前にグッと出れて、うまく合わせましたね。札幌追加点で2対0。さらに前半の27分、初めこれ選択肢はパスだったと思いますけど、まあ、瞬間的に変えて、まあ、フィニッシュ。その後の反応も早かったですね、アラン選手。はい、3対0と札幌がリードを広げますが、ここはコーナーキック、前半の33分です。ここはエブソン選手の強さが生きましたね。はい、3対1。ただその直後また35分です、はい、これもいいボールじゃないですか。まあ、守備からしたらやっぱ自分のゴールに戻りながらなので難しいと思いますよ、対応は。4対1とリードを広げて折り返します。後半です。3分、札幌福森のクロスから、はい、これも高い位置まで上がっていた福森選手から、これはでもビッグセーブですね。石井選手、石井選手のシュートも良かったんですけどね。さらに7分は札幌新野からジュリーニョ、そして徳良とつないで、これはスピーディーなカウンターからこの後のこぼれですよね。最後は堀米です。ダイレクトで少しアウト上にかけたはずなんですけどね、うまくミートはできなかったですけど。そして20分さぬきです。フリーキックから藤井のヘディング、まあ縦方向にいいボール入って藤井選手の高さが行きましたけどね。27分は今日スタメン出場の木島亮介、とにかく最後まで走り切ってましたよね。この辺も良さの特徴、まあドリブル突破ですね。そして札幌はコーナーキック福森から30、いやこれもいいボールですね。上原にピンポイントクロスでした。高さが行きましたけど。39分、福森から徳良、これノールックから出したんじゃないですかね。ただオフサイドの旗が上がっています。難しいシュートでしたけど、うまく合わせたんですけどね。そして40分です。札幌は石井のクロスから内側でした。そしてアディショナルタイム、木島です。後半は結局スコアは動かず、前半のみのゴールラッシュということに両チームなりました。最後はサポーターとの大合唱で連敗をしっかりと2で止めました。で結果、首位の北海道コンサドーレ札幌が4対1で勝利を収めています。